いいか？俺だ。悪い。疲れてるよな。すぐ終わるから、ちょっと聞いてくれ。今日、指導の野郎のパレス入って、改めて思ったんだ。指導は放っておいちゃいけねえ。あいつだけは改心させないとダメだ。やっとちゃんと分かったんだ。お前の敵だってのももちろんあるけど、それだけじゃねえ。あいつに国を任せちまったら、弱い奴は今までよりもっと苦しむことになる。それを何とかするのが俺たちの使命ってやつなんじゃないのか。前に一回お前に聞いたよな。影のヒーローって地味だよなって。今は結構逆だなって思う。影のヒーローは上等じゃねえか。あのさ、俺指導を改心させたら、あ、いや、なんでもね、忘れてくれ。指導、必ず改心させようぜ。俺にできることは何でもやるからさ。話聞いてくれてありがとな。じゃあな。よ。はあ。なあ。はいはい、静かに。いいのか、こいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうオチじゃないですよね。お久しぶりでもないです。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で私から龍二に伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうから、ちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです。本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。よ、吉沢さんか。あ、初めましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その
前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと？全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩、いえ、ですが。正直言って、今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。それじゃあまた。よーし。こんにちは。
実は。帰ったか。
あのさ、またね。ありがとうございます。実は
よし。お願いします。参ります。ではまた。あら、
よし。よし。おう。じゃあな。こんにちは。
めんね。またね。こんばんは。いいんじゃない？
し。ちゃんと当てて。おい、こら！おお、やっぱ景色いいな。前にカヨと来た時と一緒。ここはさ、カヨの説得に成功してコンビ組んだ、まあ記念の場所。最近記者として自分を見つめ直して、だからまた来ておきたかったんだよ。それでさ、君に話が。ごめん部長。あの原稿通ったんだ。あんな尖ったのゴーサインか。やるじゃん。部長の協力もあって回答記事の特別企画やってんだ。回答団そのものよりもその存在を生み出した社会の病巣に迫るてなノリのジャーナリズムでね。娯楽記事に見せかけて中身は硬派ってのがいいでしょ。まずは手に取ってもらわないとさ。上層部は反対だったんだけど、この企画かなり評判良かったんだよね。無視できない販売部数になったし、私と部長の処遇に困ってんだってさ。で、その隙をついてさらに追加記事ぶっ込むつもり。ありがとう。売り上げに貢献頼むよ。例の指導の腹心の件もこっそり少しずつ準備を進めてる。必ず真相を暴いてみせるよ。カヨに誓ってね。改めてアンガとね、諦めそうになった時、君が何度も背中を押してくれたんだよ。ここまで来れたの君のおかげね、カイトウ君。あの部長の改心、まんまカイトウ事件と一緒の事象じゃん。しかもあのタイミング、狙ってやれんの君だけっしょ。
りゃもうバリバリ。ここんとこの取材で確信したんだ、怪盗団ってのは本物の義賊だって。弱者救済、悪党成敗、全部本気でやってんだよね。社会悪を暴きたいって意味では君と私の目的は一緒だろ。だから君の正体についてはする。社会悪と戦うためにここは共同戦線と行こう。君がいなけりゃ戻れなかったよ、ジャーナリストとしての自分にね。情報操作の垂れ込み屋が私の情熱まで操作しちゃってさ、この恩はいつか返させてもらうからね。それでいつか一緒に報告に行こう。カヨに全て終わったよってさ。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、悪魔の究極なる非暴に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よし、でさ、この後どうする？未成年と楽しめるとこなんてね、遊園地とか。あ、それか、そういうことさらっと言うね君。つうか今そう言おうと思ってたんだよ。料理あんまうまくないけどさ、ごちそう作るし。驚いた顔すんなって。ジャーナリストだってたまには自炊すんの。ゆっくりしたくてさ。君と美味しいもん食べて、甘いもんも食べて、ゴロゴロしてさ。その後そりゃまあ君の自由だよ。よなあ、お願いします。
まあな。すごいじゃない。はい、お疲れ様。帰るとするか。あら、お願いします。やれやれ。ごめんなさい。また今度。よし。
よし、会議おしまい。ああ、帰ったか。確かにちょっと異常だよな。どうなってんだ。ナナ、ご利用ありがとうございました。よし。で、じゃあ、さてと。なあ、こんにちは。ありがとう。
ありがとう。あの、よし。じゃあ帰りましょう。暇か。よし。ありがとうね。でも。またね。おう、帰ったか。
Beep.